はい、おはようございます。MC サパンです。今日もよろしくお願いいたします。さあ、今日もですね、いろんなものをキンキンこっちをぶち込んで飲んでいくキンキンシリーズ、これをね、やっていきましょう。よろしくします。さあ、今日もね、コメント紹介からいきましょう。A アンディさんっていう方からで、これはですね、丸Fですね、の黒生をですね、ガチガチに瓶ビール、缶ビール飲み比べしてる動画にくれてまして、いつも楽しみに動画見させてもらってますってね、ほんと嬉しいですね。で、ビールが美味しいですよねと。今度よかったら瓶のハイネケンやってほしいですってことでリクエストが入ってます。リクエストありがとうございます。さあ、今日飲んでいくのこちらです。買ってきました。ハイネケン。ビールですね。オランダの会社の分ですね。何度か飲んだことあるんですよ。で、缶のタイプはキンキンジョッキにぶっ込んで飲んだ動画作ったんですけど、普段飲まないんで味を覚えてないっすね。なんか水のようにガブガブ飲めちゃうけたってような気がしてるんですが、一応おさらいしときましょうかね。まあ、オランダのビール会社で、で世界170カ国以上で販売されていると、アンハイザーブッシュインベブに次ぐ世界第2のシェアを占める世界的ビール会社と、まあ、大体のですね、地球人がまあ飲んでるって感じですかね。ちなみにアンハイザーブッシュインベブっていうのはベルギーの会社で、バドワイザーとかですね、レフとかヒューガルデンとか、あの辺のビールをね、コロナビールもか、作ってるとこですね。さあ、まあそんなビールですね、楽しみですね。ぶっ決めていきましょう。さあ、今日もキンキンに凍ったジョッキ登場。やっぱりテンション上がる、凍ってます。ジョッキしか買ったん、イエス。テンション上がるわ。さあ、行きましょう。よいしょ。うわ、ビールの匂いしますね。なんかね、色が薄いんですよね。飲みやすそうなんですよね、匂い。飲みやすそうっすね。さあ、ぶっ決めていきましょう。ハイネケンですね。いただきます。いってきます。乾杯。はい、お疲れ様でした。ガブ飲みしてありました。今日のやつですね、何でしょうかね。もう記憶なかったですけど、やっぱりですね、思った通りっていうかね、飲みやすかったですね。これね、もうペロッとね、2本3本いけちゃうような、それぐらい飲みやすいですね。 あとこれ言ってなかったですね、アルコール分 5% なんですけど、1本飲んでみてもね、やっぱね、水のようにっていうかね、飲めちゃうんで、まあそりゃね、売れるわなって感じですかね。そんな気がしましたね。とにかくですね、めちゃくちゃ飲みやすいビールなんで、もしですね、飲んでみたくなった気になった方でしたら、ぜひね、試してみてください。さあ、最後に次回です。明日もですね、ビール行こうと思うんですが、こちらですね、カールスバーグっていうのがあって、これもですね、まあ、めちゃくちゃメジャーなビールなんですけども、あんま飲んだことないんですけども、まあ瓶ビールつながりですね、ちょっとね、つなげて飲んでいこうと思ってます。とりあえずですね、明日にこいつぶっ決めてくんで、よかったら次回の動画もぜひご視聴してください。はい、本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。水のように飲みちゃいますね。オーライサンクス。